英二君、これから台湾のおもちゃ屋さん行ってみましょう。うん、どんなのがあるか楽しみ。そうだね。あ、ここだね。ここです。ここに行きましょう。ここからおもちゃ屋さんが。フィギュアショップみたいなのがある。うん、秋葉原っぽい。できたものかな。お、なんかすごいすごい。それっぽいよ。もういきなり、いきなりじゃん。わお。すごい。めっちゃガンプラがある。おお、すごい。すごいよ。あ、ナーフもあるね。わあ。ありすぎじゃないってことだね。模型屋さんが多いのかな。そうだ、模型が多いね。フットミルもある。一通り見てみたんだけど、うん、ちょっと欲しいものがなかったので、うん、トイザラス行ってみましょうか。そうだね。はい、行ってみましょう。はい、じゃあエイシン君、メトロの切符買ってください。日本語でどうすればいいんだ。片道切符購入だね。片道切符購入で20、うん、そう、20を3人3枚、はい、60元を入れます。はい、そうすると下から処理中です。ずっと待ってください。待ってください。出てきた。こういうコインみたいなの出てきたね、うん、これの中に IC チップみたいなの入ってた、うん、でこれを改札のほうにピッてやる、ね、で返すときはカランってね、普通に入れるんだよ ね、 そうね。じゃあ行きましょう、うん、これを、はい、これで開いた。スイカみたいな IC カードもあるみたいね、うん。列車降りるときはこのコインをここに投入します。これね、これで出られますね。はい、以上、台湾の電車の乗り方でした。メシ君、101着いた。うわー、すごい。101階建てなんだって。すごいね。オペラの入りみたいだよ。すごいね、この空間ね。すごい広いんだけど。あ、そうだね、あのエスカレーターのステージへ行きましょう。あ、出ました、3枚じゃん。うん、これで行けるようになった。耳注意してね、耳。おお、すごいすごい。うわ、うわ、すっごい高い。うわ、すごい。うわ、なにこれ。うわ、高い。ちょっと待って。うわ、高い。すごいね。どこか駒だ。コイン作るのね、うん、さあ気をつけて。はい、あったんじゃない、いいんじゃない、はい、そしたらじゃん、このここに投入するんだな。投入で回すのかな。それレバー動かして時計回り、はい、はい、来た来た来た。重い、頑張れ。あ、でもあまり重くない。頑張れ頑張れ。手動だからね、これね。来たかな。来た。じゃーん。おお、あ、ちょっと途中で緩めたからか変な風に曲がってるけど。本当だ。でもよくできたね。うん。じゃあこれに入れます。はい。ちなみにこのデザインは台北101だね。うん。ああ。これでカバーをかぶって。これで完成。になったわけだ。やったー。よかったね。91階野外です。行きましょう。ああ。お、なるほど、こういう感じか。よいしょ。ここだとエイシン君はまるで見えないかな。まるでね。ああ、こんな感じ。あ、これだったらパパ大丈夫だ。あ、もうちょっとで110階なんだ。本当だ、もうちょっと、もうちょっとでてっぺんだ。はい、今日の夜は臨台本です。また小籠包だね。うん。そしてエイシン君またコッカコーラ。イエーイ。どうですか。うまい。
か。美味しかった。良かったですね。じゃあもうね7時ぐらいなんだけど、うん、ちょっと今日トイザラス行かなきゃいけないんで、今からタクシー乗っていきましょうか。はい。綺麗になった。すごい。移動中です。はい、台湾のトイザラス来ました。じゃあ行っていこう。すごい広い。すごいね。いろいろありそうだ。1年遅れてるんだよね、やっぱね。1年遅れてね。ゆでるがここにあるの。まんまそのままっぽいね、これはね。日本のやつだね。出たこのベイブレードっぽいやつ。ぽいやつ。これちょっと気になってるんだけどね。うん、なんか形が似てないじゃん。スマートこれなんて言うんだっけ？あスピンファイターださ。スピンファイター。あなんかいっぱいある。これちょっといくつか買っていこうか。そうだね。ベイブレード対決させたい。どうだ、ん、よ。オッケー。オッケー。最大の夜市、シリン夜市やってきました。じゃあ見ていこうか。なんだこれ、怪しい、怪しい。なんだこれ、スーパーサイヤドラえもんみたいな。すげえ、おもろい。すごい。開けて大丈夫ですね。あれ、景品はない、ないよ。30個だって。東区にあるスイーツ屋さんに来ました。こういうところね、カエルの卵なんだけど、まあタピオカですよ。そうだね、うん、そのデザートを食べましょう。これだけ種類あります。杏仁と白玉と亀尻みたいなやつ。チェはい、ママが頼んだのはこれだね、うん、一番下にかき氷みたいなのがあって、でその間に、うん、タピオカ。そうだね。であと上に乗っかってるのはこれフルーツかな。そうだね。この辺は芋だね。芋、うん、でパパは一番下がかき氷で、うん、その間に豆腐ファー。豆腐ファー、うん、それで白玉と薬草と、うん、薬草じゃない、この薬草ゼリーと、うん、あと何だっけ、あ、そう、杏仁だ。白玉どこにあるかわかんない。本当だ。食べてみよう。はい、いただきます、うん。すごいね、これ。いただきます。うん。すごい。おいしい。シロップの味がすごい。シロップ。うん、シロップと氷は、来てんの。うん。はい、台北国際駅やってきました。ここからね、あの高速鉄道みたいに乗って空港に向かいます。はい、いよいよこの旅も終わりですね。はい、で、なぜかここにはガチャガチャコーナーが大量にありますね。全部日本の。日本の、うん、そっか。4駅ですね。1、2、3駅か。うん、3駅。はい、3駅。電車はこれで終わりだね。そうだね、うん、台湾電車はこれで終わり。それで飛行機でさ、と、うん、なんかすごい台湾の空港、チェックインカウンター綺麗だよね、うん、木でね、うん、かわいい、うん、出国審査終わりまして、まもなく搭乗口ってとこなんだけど、うん、ちょっとご飯食べようってことになって今移動してるところで、はい、はい、じゃ行きましょう、うん、最後の悪あがきでここです、はい。1時間何も食べないんでしょ、でも。うん、もうタブカミルクティーくらい。うん、パパとママは
ちょっと麺食べます。はい、はい、パパ最後にこれ食べます。はい、エイシン君はミルクティーね。食べようかミルクティー、はい、よし、ついに来た。飛行機に乗り込みます。バイバイ台湾だね。うん、また来よっか。うん、まあそりゃやり残したこともいっぱいあるからね。そうだね。まあまあ次来た時にやればいいんだよね。分かった。はい、じゃあ行きましょう。うん、はい、ということで無事日本に戻ってきましたね。3時間くらいだったかな。うん、2時間、いや3時間。あ、3時間。3時間半くらいかな。うん、今回初めてシンク台湾だったけどどうでしたか。すごい楽しかった。楽しかった。美味しかった。美味しかったね。美味しいものいっぱい食べましたね。うん、今回は台湾蒸しキングと、うん、あとリョウさんとコラボ、うん、なんといろいろあってね、うん、盛りだくさんでしたね。はい、うん、また機会があったら台湾行きたいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。